ちょっと今日は21時までにしますね。なんかあれがありますもんね、今日なんか配信が21時から多分 NMB のなんかあるから、それまでにはそのくらいには終わります。昨日のゲーム配信おもろかった。お、そう、昨日はアンチュさんと芸人さんとでゲームの配信をしておりました。今日はね、めっちゃ楽しかったことがありました。お仕事でめっちゃ楽しかった、本当に楽しかった。今日マジで早くみんなに言いたい。そうだからさ、めっちゃ今日ねメイクが本当にほぼすっぴんナチュラルすぎてびっくりしてる。ほらもうさ、まつげもさほぼ何も塗ってない。下まつげなんてもうほら何も塗ってない。アイラインも全然引いてないし、今日やばかった、本当にほぼすっぴんすぎて。お肌も全然塗ってない、やばい。眉毛は描いてもらってます、しっかり。皆さんこんばんは。オンラインお話し会受付中ですよ。二次受付は明日のお昼の12時までですよ。こんばんは。なんかみんなめっちゃ今日さめっちゃ褒めてくれるやん、なんか可愛いとか。何？何ってありがとうございます。何？何も出んよそんな褒めても。ありがとうございます、嬉しいです。ご飯も今日は美味しくって本当幸せ。初見です、こんばんは。こんばんは。友達からこのルームを教えてもらいましたって、わー、友達と初見の人もありがとうございます。ありがとうございます、やっほー。何食べた？あのね、人参とオリーブオイルって合うんですねっていうのを気づきました。今日の美味しいものを食べて、美味しいものの中にそういうものが入ってて、人参とオリーブオイルが合うんだということに気がついてきました。美味しかったです。前髪は伸ばす派、切る派、どっちが多かった？そう、この前この私の伸びまくってる前髪をモバメでね、皆さんは切ってる方がいいですか、流してる方がいいですかって聞いたら、そう、流してる方が多いんかな、多かった気する。こんばんは。流してる方が楽やしな、でもな、
なんかさ、写真とかをカメラマンさんとかに撮ってもらった時に、なんやろう、風とかがさこうやって当たってたらさ、もう本当になんかハゲ茶弁みたいになるんよ、私おでこが広すぎて。であとさ、なんかおでこが光りやすいからさ、本当にあの金子さんの頭みたいになんねん、ここが。そう、なんかそれがさ、ちょっともう、そうそうそう、嫌とかじゃないけどさ、そう、写真にした時にどうなんやろうって思ってさ、迷うんだよね。けど自分的には今のこの感じも結構気に入ってるんよね。気に入ってるんよね。ほんとどうしよう未だに迷ってる。まあもうちょっと伸ばしてみますわ、知らんけど多分。こんばんは、こんばんは。確かに伸ばすのは大変だけど切るのは一瞬よな。確かに、もうしばらく楽しんでみるわ そう、今日はだからこうやって前髪、こういう前髪でちょっと初めてカメラの前に立ったから、余計楽しみにしててほしい。こんばんは、こんばんは。皆さんは今日は何をしていましたか？皆さん今日は何をしていましたか？か？が？5月6日木曜日です。今日は。俺も久しぶりに伸ばそうかな。一緒に髪伸ばそう、みんな仕事お疲れ様です。仕事マジですごい、本当に偉い、頑張ってて学校もほんま偉い、頑張ってて同じこと言ってる、モンハン、ちょっとゲームは分からんわ。仕事ファイト。連休明けから36時間労働中です。いつかゆっくり休んでくださいいつかお疲れ様です。休みなのに引きこもっていました。まあ休みの日やからいいと思う。うん、私も引きこもるし、まあできればね外に出たいけどね。あ、止まる。そっか、ゴールデンウィーク明けの仕事の人とかもいんのか。お疲れ、本当にお疲れ。ねえ、また緊急事態宣言確かに伸びそう。ひー、もうね、一番大変だなって思ったのがデパコスが買いに行けないデパコスが、いや、そう、化粧品、私、まあ
お仕事されてる方とかだったらとても大事なものじゃないですか。やっぱりマスクはしてるとはいえやっぱりね、デパートが開いてないんじゃ困るよねって思った。まあけどまあまあまあしょうがない、もうねプチプラで今は済ませるしかないんですけど、ほらやっぱさなんか粉とかさファンデーションとかはいいのを使いたい、あとリップとかも。あデパコスとはおじさんの皆様、デパートで売ってるコスメたちのことですあれデパートで買えるコスメ、メイク用品、メイク道具のことです。あ通販で買えばいいんか、あ通販か、買いだめまんじわやな、こういう時のために買いだめしといた方がよかったな。コスメたちデパコス何買う、ファンリキッドのファンデーションとかフェイスパウダーとかリップとかですかね、とか、うん、主にそれが多いかも。その3つ買うことが。アイシャドウとかはもう、アイシャドウは私ねこれこちらあのクインテッド様の作ったあのねアイシャドウパレット、マルチパレット、このアイシャドウしか使ってませんから、はい、これしか使ってないですもん。これめっちゃ使いやすい、使いやすいんですよこれ、ね、クインテッドって書いてて、そうそうそう、やば、もう55分や、15分ぐらいって短いな、やっぱり。お、これ一緒？一緒の人いる？いいね。めっちゃ使いやすいですよ、これ本当に。ここの色もここの色も。ここはまあでも、あれやけど。眉毛にも使えるし。ハイライトにも使えるし。このキラキラが何より可愛いんです、本当に。そう。うん。え、マジ？そういえばデパートも化粧品売り場は開いてる？もうさ一切そこら辺に近づいてないからさ、マジで？あ、そうなんかな。画面越しで顔のチェック、ではそろそろ読みますね。スクショタイム？そうやな、なんか全然最近してなかったよな。ちょっと待ってよ、張り切るわ張り切るってなんなんやろ。どうする？じゃあ久々のスクショタイム、イエーイ。どうする？何する？何したらいい？やほー、ここのさ、巻かれてない髪の毛がめっちゃ気になるわ。何する？ポーズ何がいい？みんなスクショタイム。めっちゃ白くなる、指近づけたら。
得意なの。彼女感出てきてるわ、やられそう。どこがどこが出てますか。やったこんばんは、キュンです。もうこれ古くない？大丈夫？フォローしましたって、ありがとうございます。あざます。そう、髪伸ばし中です。顔つまんでください。こっちかな、やっぱ59分や私全然伸びないの。何のポーズやろ。ではそろそろ13位、おっくんさん。12位、まちかね福きたるさん。まちかね福きたるさん。11位、まこりん帝王さん。漢字違ってたらごめんなさい。10位、しんさん。9位がめがくらさん。8位がかずおさん。7位がたつおじさん。6位がおばおばさん5位がゆうさん。4位がじょうさん。3位がしんごさん。2位がのぼるさん。そして1位がかずおさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日もあ、ちょうど21時になりました。なのでそろそろ終わりたいと思います。あ、皆さん、あのオンラインお話し会、NMB48 25枚目シングルのオンラインお話し会が、皆さん受付中なので、ぜひ一緒にあのビデオ通話したいよって方、してあげてもいいよって方いらっしゃいましたら、あの私のツイッターから、はい、お申し込みをぜひよろしくお願いしますじゃあね、またね、ありがとう、バイバーイ。